やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーでございます。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は、リニューアルしたものを動画概要欄に貼ってあるので、よくご覧になってお申し込みくださいませ。で、お知らせ3つあります。まず、オンラインサロン、たまきの人生向上委員会は、YouTube で公開できない動画をこちらにアップしたり、毎日今日はこういう風に過ごしましょうねっていうのをやったりしてます。で、マチュールの方は人生後半戦何十年もあって長いので誰とどう生きるか、仕事、お金、介護、子育てどうするっていうのを真面目に考えるサロンでございます。で、ズバッとタロットは、丁寧に絵と意味を考えて描きました。すぐに占いますのでぜひ手に取ってください。で、説明しますね、ルール。イエス可能でご質問を占うコーナー。で、ご質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてくださいね。今見てる動画のコメント欄には書かないでね。はい。で、一人一回二問まで。で、一回質問したら5日間くらいは空けて連投は避けてください。で、すべての質問に答えられるわけではないです。ごめんなさい。オンラインサロンに行ったり、これは占えないっていうこともあります。で、ご自身の占いが、ご質問が占われたら、絶対じゃないんですけど、見たよって言ってくれると、あ、見てくれたって玉木が喜びます。はい。では、早速占っていきましょう。はい。では、本日1問目です。サーシャさん、どうする家康にハマっています。家康の妻、セーナーは史実で家康に殺害されたそうですが、本当に家康を裏切って武田につくつもりだったかどうか見てほしいです。同様に長男の信康が武田に通じていたかどうか見てください。すいません。歴史がわかんなすぎて、人名が間違っちゃったらごめんなさい。読み方が。そんな難しい読み方じゃなさそうだけど、もしもわかんないじゃん。人名どう読むか。違ったらごめんなさいね。まず1問目。妻は本当に家康を裏切って武田につくつもりだったのか。これどういうカードかな？家康を裏切る。まあ悪だくみのカードかな？悪いカード。家康、明るいカードだったら裏切りとかじゃない気がするんだ。うん。裏切る。ズバッと出ました。裏切りはないかな？法の逆。なんか、ルール、モラルに反することは確かにしたかもしれないけど、でも、なんか、家康に対して、こう、積極的に、こう、近づこうみたいな、ポジティブなカードがキーのカードだし、対策中でも星だから、それは違うかな。あ、でも、これが家康にも見えるね。家康が逆にも見える。他方が確かに。ああ、そっか。で、武田に近づくつもり。ああ、難しい。ああ、いや、なんか、これ、分けた方がいいよね。家康を裏切ると、武田につくって、別々の話のような気がするの。いや、一緒なのか。どう、待って。裏切る。いや、家康メインで見たからさ、ポジティブ。ああ、どうかな。裏切る。でもなんか、何かしらの高い目的みたいな目標とか目的とか何かはあったっぽいね。難しい。ちょっと確かに家康を信頼してないとか、信じてないみたいなのはあったかもしれないけど、裏切る。難しいな。いや、裏切るってもっとさ、騙す系のカードがマジシャンの逆とか、裏切りか。でも、騙すと裏切りは違うか。日本語も難しいし、いろいろ難しい。いや、でも、ちょっと、ノーかな？パッと見た瞬間、そんなに悪どい感じは感じなかったので、ノーで、めっちゃ考えちゃった、一問で。同様に、長男が武田に通じていたかとか、まあ、これも、悪だくみのカードでいいかしら。ね。身内を裏切って、また戦車だ。なんだろう。スバッと出ました。武田に通じてたか、身内を裏切って。いや、裏切り？裏切っ
ったり騙したり、身内を騙すとか嘘をつくは妻も長男もない気がするの。なんか武田に近づくとしたら正しい方法で成功法で近づいてると思うのよ。うん、そんな悪巧みでひひ気づかれないようにみたいな、そういうなんか暗い陰湿な感じじゃないの。もっとちゃんと正々堂々と近づいく言ってるっぽいのよ。なのでこれも三角かな、通じてたかもしんないよ。でもなんかこう嘘ついたり陰湿な感じではないと思う。はい。続いてミニシさん、東京水道水に有害成分混入について。1、汚染の原因はメガソーダとの太陽光パネルか。その2番目、アメリカ軍基地のせいだと報道情報がありますが、これはアメリカ軍基地に汚名を着せ、日米の連帯を壊すための工作活動か。はい。まず、汚染の原因はメガソーダ等の太陽光パネル。太陽光パネルが水を汚して、水道水を汚したんですかって、こう、まあ悪いカードが出たら汚すかな。水のカードが逆向いてたりね。メガソーラー。この太陽光パネル、鳳凰の逆、ズバッと出ました。難しいな、水のカードが出なかった。あー、どうかな、関係ないかな、汚す、まあ、ネガティブなカードだけどね。でもなんか水って感じじゃないよね、水を汚すみたいな。でもなんか悪さはしてそうだよ。うん、超間接的に何か影響あるかもしれないけど、直接水道水を汚すは多分ノーかな。うん。続いて、そのアメリカ軍基地のせいだって言ってるのは工作活動ですか？アメリカ軍基地が悪いんだ。そうだそうだ。基地なんてなくそうみたいな、そういうなんか、工作活動のためにそうやってやっているのか。まあ、あるな。うん。ズバッと出ました。そう。これはイエスだと思う。なんかあると思います。うん。恋人の逆。そうね。なんか裏切り者っていうか。うん。なんか、あんまりよろしくない感じが出てるので。これはまあ、イエスで。2番目は。はい。まあ、それが全部とは思わないけど、うん、全部が全部とは思わないけど、まあ一部そういう人もいるかなみたいな。続いてみかんさん、犯人は今後今まで以上に活躍するか、犯人は金田さんは今お付き合いしてる人がいるか。犯人ね、ブクダンズンズン軍ゲーム、ブクダンズンズン軍言えない。あれが好きで。リズム系といえば名作のあれと、ロバートの、トゥトゥトゥサークル。トゥ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 の二つが好きで。たまに見たく、一年に一回見たくなるね。両方。今まで以上に活躍するか。厳しそうな感じが出たぞ。ズバッと出ました。悪魔？なんだろう？病気とかに注意。病気？なんだろう？なんかに注意ですね。病気か、なんだろう。こういう関係の良くなさとか、何かしらに注意でございます。厳しいかな。でも、ノーっていうのはなんか心苦しいので、三角。気をつけてねっていう感じ。ハンニャの金田さんは今お付き合いしてる人が、彼女がいるか。何歳？何歳？もう結構いい歳じゃない？彼女がいるか。いるんじゃない？ズバッと出ました。イエス。いると思うよ。いる、イエスで。続いて。ともえさん、人類がフリーエネルギーを利用できる日が来ますか？来るとしたら何年後でしょうか？ 1、5、10、20年後、それ以上。はい。フリーエネルギーを利用できる日が、いつか、いつでもいいからいつか来ますか？
ズバッと出ました。イエス、ただし悪魔と引き換えにみたいな。悪魔との取引が待ってますね。なんだろうね。フリーエネルギーを使えるようになる代わりに何か、その時には人間がこう地球に住める環境にないとか、なんか、自然がかなりもう荒廃しきってるとか、なんだろう。なんかすごく悪い環境かもしれない。とりあえずイエス、いつかはイエスかもしれない。ただその頃、人間が健康でいられるかどうか、どうかな。1年後、10年後に、1、5、10、20、それ以上。占い関係なく考えると、それ以上じゃないかなって思っちゃうんだけど、どうかな。タワーか。1、5、10、20、それ以上。ズバッと出ました。1年5年でもいいカードが出てるのは何だろうね。何だろうこれ。来るとしたら何年後か。もしかしたらいつでも使えるのかな。もう準備はできてたり、もう何だろうねこれね。実はもう使ってる人がいたりしてね。何だろう、フリーエネルギーの定義からちょっと考え直さないと、これは。もしかしたら、もしかして。実はもう使ってる人がいるかもよ。でも完璧になるのは20年、それ以上。20年以上先。完全に完璧になるのは。でも、今現在なんかすでになんか、こっそり誰か使ってるかもよ。どうかな。はい。ちょっと長くなっちゃったので書かないけど、はい。続いて。モスマンさん、次の東京オリンピック開催地に立候補する国がないそうです。ヨーロッパもね、雪が不足してるしね、降らないって、スイスでも降らないとか言ってこの前テレビでやってた。日本でもいろいろ問題が起きているオリンピックですが、今後も続くのか、それとも途絶えるのか。これなんか一回占ったよね、オリンピックっていつかなくなるのみたいな。オリンピックは続くのか、それともいつか途絶えるのか。開催されたらされたで見るんだけどね。なんか汚職事件とか見るとなんか嫌な気持ちになるよね。なんで、すごい得する人がこんなにいるんだなぁ、みたいな。なんかやってらんないなぁ、みたいな。なんで私たち税金こんな払ってんのに、それをこう、自分の懐に入れちゃう人がいるんだ、とか思うと。ね、やってらんないっすよね。あ、死神、亡くなるかもよ。ズバッと出ました。一回亡くなって新たにリニューアルすると思います。なので、イエス、途絶える。だが復活すると思う。新しい別の形で。はい。続いて、ホットプレートさん。ALS は遺伝的な病気と言われていますが、本当は過去に打ったワクチンに含まれる物質が原因なのですか？に、乳児突然死症候群はワクチンが原因ですか？まあ、これは両方とも悪いカードが出たら、もうに、一気に見ちゃうわ。トントンと。一問目、二問目。ワクチンが悪さをしてるのかと。死にが。はい。ALS は関係ないかな。で、乳幼児、にゃんにゃん、なんとか症候群。まあ、関係ないかな。ズバッと出ました。キーのカードは死神だけど、まあ、関係ないと思います。1も2も、ノーで。両方ノーで。はい。関係ないと思います。続いて、金子さん、たつきりょうさんのね、はい。あ、その話で、たつきりょうさんが2025年7月に、噴火からの津波、それを占ってほしい。で、私書いたんですけど、これ、占ってます。この URL で。かつ、今までのリクエスト、このリクエストコーナーで2025年の災害についてはもう5、6回占ってるんで、見てください。もうそこまでそんなに何度も占えないので、よろしくお願いします。はい。続いて、さくらさん、嵐、ファンクラブ継続中です。嵐はこれからどうなるのか。この前占いました嵐について、あ、でもざっくりどうなるか、
どうなるか。嵐の動画見てください。最近占ったんで。それで十分かもしれないけど、ざっくり嵐は今後どうなるか一言で言います。死神。そうだね。しばらく停止したままかな。ズバッと出ました。うん。一言で言うと、しばらくは止まったままだと思います。はい。続いて、あ、七福神さん、これは、携帯の下4桁を足した数字の占いがありますが、これは当たってるのかどうか。あるね、これね。詳しい内容は知らないけど。まあ、カバラス秘術的なのと、なんかそういう、まあ、いわゆる数秘術みたいなのを応用して携帯の電話番号にしたようなもんでしょう。車のナンバーとかでも何でもいけるでしょう、これ。何でも応用できちゃうと思うけど。こういう、なんか、物の番号に、数秘術的なのをこう当てはめた、こういう占い。こういうのは、当たってんのか。運命のは、ズバッと出ました。ああ、なんか、本質的には多分、違うと思う。もう、絶対、もうそれ、絶対信じなさいよみたいな強い感じじゃなくて、ライトな感じ。うん、軽い感じで、うん、なんか、ライトな感じで見ればいいんじゃないかな、みたいな感じです。ポジティブな感じに使えばいいんじゃないですかね。うん。なんかそこまで、うん、そう、梅の輪って、一時的なラッキーとか、まあチャンスとか、なんか機会がこうぴったり合うみたいな感じなんで、なんか、もう決定打みたいなのって審判とかもっと強いカードの、このライトなカードなんで、うん、気軽な感じでやれば、みたいな、そんな感じです。だから、電話番号、私、なんか、数字が悪いかも、だから、携帯の番号変えるみたいな、そこまでするような、そんな大ごとにするようなことではないと思う。みたいな、そんな程度だと思います。なので、イエスだけど、気軽なイエスよ。うん、なんとなく、あ、なんか楽しいねみたいな、それこそエンタメ感覚でやるくらいでちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、今日は以上になります。じゃんけんきました。マーキー、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね。バイバイ、ありがとうございます。